あのね、プッチンプリン、オレ。これね、もうめちゃくちゃうまいよ。うん。どうもー、たてちんチャンネルへ、すげえ動く、すげえ動く、ようこそ。たてちんでございます。今日もね、すごいとか出てくる。この辺から出てくる。じゃじゃん、こちら、こちらプッチンプリンね。皆さんもね、もうプッチンプリンをね食べたことはあると思いますけれども、なんとね、そのプッチンプリン、これからね、まあ期間限定なんだけれども、今週ね、多分あのコンビニなんかに行くとね、多分ね置いてあると思いますよ。こちらでございます。じゃじゃん、こちら、じゃーん、これプッチンプリン、オレ。ね。これ出ましたよ、いよいよ。これ結構なんか、あの、ネットのニュースでもね、話題だったんだけど、まあ、どんな味がするのみたいなね、感じだったんですよ。で、これね、プッチンプリンに、ミルクをプラスってことでね、これね、どんな味かなっていうね、ちょっとね、気になったんで、ちょっと買ってみました。ね。早速ね、ちょっと、まあ、飲んでみたいところがあるんだけど、まずはね、定番のね、こちらでございますよ。プッチンプリン。これをね、まずプッチン一回してね、やってみたいなと思いますけれども、ちょっとね、開けてみましょう。プッチンプリンの方。よし。うん。定番ですよ。プッチンプリン。プッチンプリンの定番というか、まあ、プリンですね。はい。よし。じゃあ、まずね、こんな感じで、お椀に開けて、いきますよ。ん？うまくプッチンならなかったかな？よいしょ。はい、こんな感じね。これはプッチンプリンですよ。これまあ、定番でございますよ。はい、早速ね、じゃあちょっといただいてまいりたいんですけれども、ちょっとね、まあ、どんな味がするのかね、ちょっとね、まだこちらのねプリンの方をまずいただいてみましょう。まあ、おさらいという意味です。おさらいという意味です。はい、分かってます。皆さんがね、言ってること分かってます。なんでお前プッチンプリンで、まあ、先にオレを飲まないのかっていうね、分かってます。まずはプッチンプリンを楽しみたいんです。タテチンもね、このブルルンっていう感じでね、このプルンプルンっていうおっぱいみたいなね、プリンでございますね。早速いただいてみたいと思います。いただきます。おいしいねえ、やっぱ美味しいし、プッチンプリン。うん。おう。うん。うん。まあ、これはね、プッチンプリン。これは、まあ、みんなね、食べたことが、一度はね、あるんじゃないかと思いますけども、これですよ、問題のプッチンプリン、俺。ね。これね、ちょっとね、どんな感じか。まあね、プッチンプリンをイメージした、乳飲料ということでね、ミルクがね、たっぷり入っているそうです。ちょっとね、じゃあ飲んでみましょう。いってみます。えい。よいしょ。じゃあ、ちょっと怖い気もするけど。いただきます。あー、あのね、あのプッチンプリン、まあね、まあ、ちょっとイメージしてるってことなんだけど、あのね、このね、プリン風味のね、カフェオレみたいな感じなんだけど、めちゃくちゃね、この甘くてね、なんかね、心がね、ほわんとするね。うん。うん。まあ、結構ミルク感がね、かなり強くて、美味しい。うん。これはね、結構ね、うん。美味しい。大人から、子供から大人まで、楽しめる。プチンプリン俺、そんな味です。はい、こちらのね、プッチンプリンオレ。ね。こちら、期間限定でございます。はい。皆さんね、コンビニね、行ったらね、ちょっとね、
ちょっと探して飲んでみてはいかがでしょうかってことで、たてちんチャンネル、またプッチンプリンをね、こう2つ並べてこう揉みたいよね。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。